皆さん、おはようございます。今日はですね、もうこちら、オートバイ専用ドライブレコーダー、アキーヨのですね、AKY958 というやつですね。ドライブレコーダー、バイク用のドライブレコーダーを購入しましたので、それのご紹介とレビューですね。早速ちょっと中身をね、チェックしたいと思います。はい、中身は説明書。説明書は日本語表示ですね。後でちょっと見てみたいと。それから、こうなってるのか。でもね、紙横に置いといて。はい、こちらが本体。こんな感じですね。はい。一応本体も防水仕様となってます。やると、じあゃとないか。本体と、あとはケーブル類ですね。これがカメラ、前か後ろかしら、カメラが2つ、前と後ろ用ですね。と、あとは配線のケーブル。あとは、ステッカーと 32GB のマイクロ SD カードがついてます。それと、あとはこれはハンドル周りに取り付けるブラケットですね。はい、金具がついてますね。と、あとはカメラを留める、両面テープだとか、その結束バンドとか、その辺がついてますね。以上が、セット内容ですね。はい。で、これは、リモコンもついてますね。リモコンスイッチもついてますね。と、電源の供給方式は、これが電源ですね。この赤が電源、こっちも赤が電源、2タイプありますね。これがもうバッテリーとかその辺の ACC 電源とかにもう結束するやり方のケーブルですね。で、もう一つは、これも電源ケーブルなんですけど、USB からも電源取れるんですね。まあ、どちらかやりやすい方でやったら大丈夫だと思いますけど、まあ、取り外さないできっちり固定するには、やっぱりこっちのね、きちっと結線した方が、まあ USB は差し込み口がね、雨の日とかがちょっと心配なんでね、まあそういった感じで結線したらいいと思います。では早速ね、これね、私クロスカブの方につけたいと思います。大きいバイクの方はね、そんなに乗る頻度も少ないんでね、クロスカブは通勤とかに毎日乗ってるんで、使用頻度の多いクロスカブに取り付けたいと思います。取り付けた後はね、ちょっと試運転兼ねて、レビューもできればいいかなと思ってます。ですね、本体と、カメラを1個接続して、で、もう1個カメラを接続。ね、よいしょ、カメラを2個接続で、リモコン、これだね。リモコンが黄色、それから電源、これ USB のやつは、これで説明書で見るとね、 USB ケーブルはテスト用って書いてるね。これでちょっとテストをするんだね。赤 USB ケーブルの電源赤、これでテストして、
血栓はきちんとこれじゃなくてしてくださいよということでしょうね。で、入っちゃう？いいか。これでつくかな。どうだろう。ちょんちゅららん、ちょんちょんちょんちついたね。ちょっとシール入っちゃおうか。見にくいだろうからね。あとでまたつけるか、ちょっと。ここに置いて、貼っといて。おぉ。どうですか？どうですかって。これがね、フロントカメラなのかな、これがね、で、こっち側がリアカメラ。リアカメラね。まあ、カメラはね、どっちがどっちでもいいみたいだね。これで今録画されてるのかな。お、カメラになったね、今。カメラやね。で、これが今ちっちゃい画面になってるのがリアで、切り替えで今度逆ね、リアがメインで、これはフロントが、フロントのみ、リアのみで、半分半分の切り替えだね。動作確認はちゃんとできました。はい、ということでカメラの取り付け終了しました。場所はね、まあ適当にこの辺につけてですね、あとフロントのカメラ版どこにつけようか迷ったんだけど、ここになりました。真正面にカウルに穴開けて取り付けました。いや、カメラはこう、ちょうどブレーキランプの真下、ここにね、取り付けました。それでは、試運転に出かけてみましょう。右上は、リアカメラです。マイクは、リモコンについています。音の設定は低レベルですが、結構うるさいです。編集でかなり絞っています。第一印象ですが、カメラ自体の画質は、そこそこいいようです。手ブレ補正がついていないようなので、振動に弱く、走行中は画質もゆらゆらで、ぬめっとした感があります。ハーレーなど振動の大きい車体には不向きかもしれません。ドライブレコーダーとしては、これだけ綺麗に映れば、問題ないかと思います。フロント、リアの、2画面で紹介していますが、実際の録画は、フロント、1画面、リア、1画面、の同時録画です。今度は、メインがリアカメラで、右上がフロントカメラです。リアも綺麗に撮れています。古い、CB でしょうか。停止画ではブレずに、綺麗に撮れています。
毎日、通勤で使う株なので、不測の事態には、十分役に立つのではないでしょうか。以上、バイク用ドラレコ、アキーユ、AKY-958 の、紹介でした。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。